はい、カバーチェーブクロカッパ園長です。じゃあ最後はね、ある日本のお寿司を題材にした漫画、寿司漫画に憧れて来日したというね、海外の人、まあこの外国人の方がまあ寿司職人になるんですけども、でその人のお店がね、なんかミシュラン東京で星を獲得したっていう話題がね、まあ世界中で注目されてるみたいなんですけども、これニュース見た方いらっしゃいますかね。多分見てる人多いと思いますけど、これ某国の人なんですよね。日本の漫画翔太の寿司に強い影響を受けた外国人寿司職人が東京、これは麻布十番なんですけど、僕ん家から割と近所なんですよね。まあ、寿司店を開いて、でそのお店がミシュランガイド東京で一つ星を獲得したと。これ多分明日あたりね、もう一個別のチャンネルの方でもね取り上げると思いますけども、うん、でまあ記事によるとね、この度発表されたミシュランガイド東京2021で一つ星を獲得した寿司店、寿司屋翔太って書いてあるんですよね。翔太の寿司とは字違うんですけども、でまあ店主はね、某国人のまあムンナニガシさんとしておきましょうね。まあ33歳の方で、彼は中学3年生の時、日本の漫画翔太の寿司を読んで強い影響を受けたと。まあ鳥肌が出るくらい面白いと思ったと語るんですけども、調理師学校を卒業してからは、まあ、某国首都のね、高級寿司店に勤め24歳の時来日、全く慣れない日本語に苦労しながらも、銀座の人気店で8年修行を積んで、去年11月麻布十番に、お店を構えたと。で店名は、読みは一緒ですけど、字が違うんですけど、この翔太と名付けたと。で、コロナ禍の中最初のお客さんとして訪れたのは、あの翔太の寿司の作者寺澤大輔さんだったっていうんですよね。へえ。でこれを見た海外の人たちの反応が、これ某国の人たち来てくれるかな、楽しみなんだけどな。まあそれは明日の楽しみにとっておきましょうか。まず最初、この高みに到達したことをおめでとうと言いたい。で次、今後も成功があらんこと。次、おめでとう、めっちゃ大変だったでしょこれ。で次、自分が愛する料理をマスターするため本場で修行するってのは当たり前のようで実は難しい。さらにその国で評価されるのはまたさらに難しいよね。で素晴らしいとかね、漫画やアニメもいい影響を与えるんだなって思った。で次、アニメなんか見ないのってうるさい母親にこの記事見せてやらないと、とか、何から影響を受けたとしてもそれは素晴らしいものだと思うよ、いいニュースだとか、本場で評価されるってマジやべえよとか、かなり苦労も努力もしたんだろう、敬意を表したいと。まあ一応異国で1年でミシュランの星はすごいっすね。うん、どういうね、力が作用したのかなってところですけどもね。うん、これもう何言ってるか分かります？ね、某国の人がまあ板前で、でその人がお店開いたっていうんですけど、普通に衛生面で心配にならないんですかね。まあなんていうかね、あ、いいんですよ、真面目にこの頑張ってる人を応援したいっていう、この海外の人たちのそれぞれのね、この気持ち、その思い、これは別に否定しないです。むしろそこは賛同します。ただね、その周りにね、このいる人まで一緒くたに信頼することはできませんというのが現実です。何言いたいのか分かりますよね。じゃあ某国でね、水揚げされた魚を使ったらね、うん、なんかもう虫という虫、虫だらけだったっていう事例はすでにあったじゃないですかね。頑張ってる人ほど割り食うからね、まあ気の毒っちゃ気の毒なのかもしれないですけど、でも自業自得じゃないですかね。うん、だってね、この人ね、ムーンさんだっけ、すでにこの王者だの、寿司王だの言ってるわけですよ。これ絶対にしばらくしたらいつも通りですよ。ね。あの人たちのね、典型ですけどもね。日本人は寿司を自慢しているが、寿司の頂点を極めたのは、某国人だ。ね。我々だって絶対言い始めますよ。ね。だからもう、紀元首相のね、変化球みたいなこと絶対やってくるんで。多分ね、こういう感じで来るかな。日本にはひどい外国人差別があるからね。その中で差別に負けず日本人に打ち勝って寿司の王者になったんだ、本当に尊敬できるでしょうみたいな感じでね、多分そういうニュース飛んできますよ普通に。うん、ね、普通にそんなに日本が嫌だったらね、帰ればいいだけじゃないですか。日本でねお店開こうっていうその発想が分かりませんけどね。うん、まあね、ミシュランで、星一つでしたっけ。なんでこの人たちは星一つ取っただけで王者とかね、語り出すのか、そこも意味がわかんないですよね。うん。じゃあこの世の中にね、この日本で、じゃあ東京に限定しただけでもね、ミシュランの星持ってるお寿司屋さんって他にどんだけあると思ってるんですかね。確か2つのお店でもね、
結構あったと思いますよ。三つっていうお店もね、東京には確かあったはずですよね。うん。まあこのね、外国日本に来てね、8年でしたっけ？ 10 年近く修行してね、お店を出すってだけでも、まあ確かに大変でしょうよ。大したもんだねとは思います。ね。まあ普通に、ドストレートに単純にこの日本、東京にね、ザパニーズ寿司バーがね、できたとは世も末だなとしか思えませんけどもね。まあこれだって祖国に帰ったら新事態でね、適用案件でしょ、財産没収とかになっちゃうんじゃないですか。僕個人的にはね、この亡国の人が関わったようなね、飲食物、お寿司なんてもってのほかじゃないですか。口にすることはまあまずないと思いますね。健康第一なんで。いやもう健康云々以前ですよ。だからね、こういうお店 ね今後も増えるのか増やすつもりなのか知りませんけども、間違えて日本人が入っちゃったりしないように、この入り口に大きく亡国人がね、板前ですって書いといてもらっていいですか。いや差別じゃないです、区別です。身を守るための、安全を確保するための区別なんで。じゃあなんか食中毒でも起こしたら責任取んのかって言ったら絶対取らないですよ。だってそもそも向こうのね、大腸菌にまみれた海産物使用する可能性だって絶対高いですよね。まあ我々日本国民からしたらね、物心つく前から、日本と日本人を憎むように恨むようになるための洗脳教育をガチで受けて育った連中をね、警戒するのは日本人だったら当然じゃないですか。しかもそんな人が日本国内、東京に店構えたっていうんだから、なおね、身構えざるを得ないんですけども。ちなみにね、この、まあ場所、麻布十番、麻布の名前が出てましたよね。麻布とかね、あと、もうちょっと近所とかだとどこかな、赤坂なんかもそうですよね。意外にこのね、外国人が経営しているお店って、結構あるんですよ。もうそんな隅々までこうね、歩き回ったわけじゃないんですけど、まあそこそこ近所なんでね、なんとなく様子、あとはこの人に聞いた話とも含めると、かなり外国人経営者のね、外国のお店、まあ日本料理屋さんも含めてかなりあるんですよね。で、この亡国人由来のね、亡国料理店もね、すごいたくさんあるんですよね。だからまあ、なんだろう、絡みやすかった、ね、なんだろう、この場所を選んだのも、あ、そう言われるとね、立地としては、あ、そういうことなのかなってちょっと納得しましたけどね、個人的には。まあお店の名前も分かったしね、たとえ近所でね、コロナ禍ではなかったとしても、まあ僕はね、絶対行くことはないと思いますね。どうしても食べて応援したい人は、まあ、いないと思うけどな。これ、ウーバーとかにあるのかな？ちょっと後で見てみよう。さて、じゃあ、宿題行きましょうかね。恋人がいるメリットは何ですか？ね。というお話でしたよね。たくさんの人どうもありがとうございました。まず、枕龍之介さん、彼女がいるメリット、やはり食事に行くにしろ、映画見に行くにしろ、ドライブに行くにしろ、一人じゃないってことでしょうか。こういうことをメリットなどと言うと、なんだか失礼なような気もしますが、寒い晩、疲れて帰宅するとき、自分の部屋で自分の帰りを待つ彼女がいてくれるだけで元気が湧いてくると思います。そうですね。名前はないさん、単純に飯がうまい、一人より二人で一緒に食べる食事の方が美味しいと思います。確かにね。徳次院太郎さん、今までの長い苦悩の経験からでズバリ、おかしな女性が寄ってくるのを防御するためです。今の安全な彼女には感謝してます。また裏切るかな。R デーさん、若い時は友達以上彼女未満の若者がいいので、なったら負けです。メリットは向こう側にある。ああ、まあそう考え方もありますかね。クリさん、自分は男性なんで彼女がいるメリット、まあ今彼女はいません。怖い館長がいますが、かっこイコール嫁さんで、まだ付き合ってた頃のことを必死に思い出そうとしました。その頃、地元、自分は千葉で仕事していたんで、とにかく週末地元に帰るのが楽しみだったと記憶してます。で、そこまでしか記憶は蘇りません。その程度ですが、結婚し数十年一緒にいます。やはり愛なんでしょうか？申し訳ありません。よくわからなくなりました。桜パパさん、それは異性がそばにいてくれた方がメリットはありますよ。嫁さんいても彼女がいた方がいいに決まっています。ちなみに彼女は、嫁さん公認？そのうち異性を連れて歩いていると、あんな親父がなんでモテるんだという目線が痛い。なんか羨ましそうに見てるやつよりランクが上のような感じがして気持ちがいい。
さらにうちの娘みたいに美人の彼女だとなおさら、そのに彼女がいると自分の中に自分を高めようとする意欲も生まれる。腐れ女房だとどんどん萎えてくるが、彼女だと自分をかっこよく見せようとか、できる男だと認識してもらおうと頑張る。その3、私の場合彼女が37歳年下なんで若返りを感じる。まあ嫁さんも27歳年下なんだが、若い人と一緒にいると老けるのが遅くなるというか、遅くなるように感じる。特にカラオケで歌う曲が60前のおっさんではありえない選曲になる。まあなんといっても人生が楽しくなるから、彼女または彼氏作りましょうね。で、大阪の星さん、彼女がいることのメリットですが、精神的に余裕が生まれることだと思います。彼女がいない時のデメリットを逆に考えると分かりやすいと思います。もちろん個人的な理由ですが、彼女がいる時は心が病んだりしませんし、メールや電話などでつながりを感じることもできます。相手にとっても自分自身がそういう存在であればなおいいですね。ウルトラカツオさん、自分は男なんで彼女がいるメリット、難しいですけど友達と違いホッとできる、安心できるとかでしょうか。特に今年コロナ禍で実感しました。お互い別々に暮らしていてなかなか会えない状態が続いていました。電話やメールはしてましたが、少し落ち着いて数ヶ月ぶりに彼女に会えた時の安心感は半端なかったです。友人ではこうは思わなかったでしょう。友人に失礼ですが、仕事などで嫌なことがあった時もただ友達とかに愚痴るのではなく、そばにいてくれるだけでほっとして安心できるのは恋人ならではなのかなと思います。この先もずっと一緒にいたいと今年はつくづく思いました。ボヤッキーさん、彼女は嬉しい、彼女は愛しい、でも大事にしないといけなくなる、でもいると安心するし寂しくない、昔々そんな時もあったんじゃ。J ボーイさん、彼女がいると精神的に余裕を持てますと同時に使命感も彼女がいた方が持てます。いない時は負のオーラが出るので持てません。変にがっつくとまともな女性には見透かされます。海老蔵さん、彼女がいることのメリットは喜怒哀楽を共有できることだと思います。しょうもないことで腹抱えて笑い合ったり、些細なことにカチンときて喧嘩したり仲直りしたり、会えない時、時間の切なさ悲しさだったり、そしてなんつっても、こいつと一緒にいると安らぐし楽しいな、ずっとこのままがいいなといった一連の感情は家族や仲間友人との間ではなかなか全部は共有できないものだと思います。恥ずかしながらもうかれこれ四半世紀もそういう相手とご縁のないまま53になりました。私はもう残り少ないので、来年こそは素敵なパートナーと縁を紡ぎたいと思います。路地裏の中年さん、お互い会いたい時に会える存在、縛られないのがいいかもしれません。縛られたい、縛りたいなら席を入れてしまえばいいんですもの。今縛られてますが、新国土防衛隊隊長さん、彼女がいるメリットは喜びや楽しみが倍増し、怒りや悲しみが半減するところです。結婚すればそれらが2馬力になるというメリットがあることでしょうか。みすずさん、彼氏がいたらやっぱ綺麗になるでしょう。毎日自分磨きに時間費やすもん、なんとなくウキウキなんてね。山脇美智子さん、こっから女性ですかね。彼氏がいるメリット、自分を外見内面とも磨こうと思うこと、女性なら綺麗でいたいし、話題に、付き合いたいなら勉強もするし、好みの料理なんかもやってみるし、次に会う日を楽しみに生きていける。スカーレットさん、この時期になると毎年思います。クリスマスイルミネーション、これだけは彼氏と一緒じゃないとね。一人で見ると切なくて涙出るし、彼氏のいるメリットですね。クリスマスでね、なるほどね。トントンさん、なんてことのない普通の話ですが、個人的にこれは助かると思えたのは、身の回りで何か問題が起きた時に、それなりの解決策を提示してくれることですかね。その解決策は直接役に立つかどうかは別にして、解決策っぽいことを言ってくれるんで参考になることが多いと。まあ彼氏のように親身になって考えてくれる率が高いと微妙に余計なとこまで首突っ込んでくるんで、余計負担に感じる部分も確かにあるけれど、話としては概ねいい方向に進展したことは多かった気がします。似たようなケースで何か困ったことがあった場合、女同士だと共有の無限ループが始まりますし、その場では魔法にかかったみたいに満足するけれど、気づくと結局何も解決してないんじゃってことが結構ある。今思い出しましたが、昔友達が今回の宿題の回答とも言えることを言ってました。彼氏に近い相手がいれば家の蛍光灯を取り替えてもらえる。いや、それメリット云々じゃなく、あんたが相手の男をあり地獄に落とそうとしてるだけでしょう、わらみたいな。たくさんの人どうもありがとうございました。なるほどね。
ということでしたが、さて、じゃあ今日は、じゃあちょっとした、なんだろう、クイズというか、ほら、肩書きでね、いつ頃からか、もう社長とか代表取締とかと同じような感じで使われるアメリカ語、アメリカ語ではないな、 CEO ってありますよね。 CEO、 うん、アルファベットで CEO って書く、あれは何の略ですか、ね、これを考えてください。真面目に答えたら何も面白くないですからね。あなたが考える CEO、ね、これ何の略か、これを考えましょう。くだらなくてすいませんけどもね、面白回答期待してますよ。うん、まあ例えばね、うん、僕だったら知恵袋で得た面白い話とかね、うん、CEO 何の略ですかということで、またお会いしましょう。ごきげんよう。ありがとうございました。